はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。5時ですね。5月は1日でございまして、もうすぐ5時になろうとしています。今ね、カメラの電池を変えるのに四苦八苦してたんですよね。なんか電池が弱ってくるとですね、なんかいろいろとまずいのかなという感じで、もう2年3年ぐらいこのカメラ使ってるんですけど、一回も電池変えてなかったんですよ。最近弱ってきたなと思って、最初からついてた2つ電池あったんですけど、変えましたけど。さて、ですね、ドルウォンがですね、あらららら、ら戻しましたよ、1386。いや、なんかね、すごいやん。すごい抵抗ですね。1387あたりからですね、86まで戻します。まあ言うて大したことないですけどね、大したことないですけどもですね、頑張ってるという感じですね。またひっくり返されるんじゃないのか。ドル円はどうなったでしょうか。ドル円はですね、157.89、まあ、じわっと円安方面に来てますね。はい。さて本題はですね、これですね、47ニュースですね、にこれは昨日かな、今日の今朝1時15分になってますね。石炭火力2035年廃止で合意、 G7 声明と、年限明記は初ということでですね、ふーんという感じですけど、イタリア・トリノで開催の先進7カ国 G7 気候エネルギー環境相会合は30日、二酸化炭素 CO2 の排出削減対策がなされていない石炭火力発電を2035年までに段階的に廃止することで合意し、共同声明を採択したと。G7 の共同声明で石炭火力の廃止年限が明記されるのは初めて。ただ声明は廃止時期に関し、産業革命以来の気温上昇を 1.5 度に抑えるパリ協定の目標に沿った時間軸との表記も併記、廃止時期の明記に難色を示した国にも石炭火力継続への道を残した形、欧米との姿勢の違いが鮮明となった日本の今後の対応が焦点になりそうだと。議長国イタリアの担当相は会合後の記者会見で、35年までの段階的廃止で合意したことについて、初めて目標の道筋が示されたとの成果を強調した。斉藤武史かな、建設産業省は報道陣の取材に対し、取材に応じ、石炭火力廃止をめぐり各国で道筋はさまざまだとした上で、 G7 での合意内容に沿って取り組むと述べたと。まあ以上でございます。あのね、石炭火力、日本の発電所ってね、石炭、まあ今主力みたいになってますけどですね、あんまり CO2 出さないんですね。非常にこう優秀な発電設備でございましてですね、あんまり CO2 出さないという状況で発電できます。まあなのにですね、こういうことを決めるっていうのはですね、まあいつもの綺麗事ですよ。人間綺麗事好きって言いますからね、一定数ね。でお決めになったんでしょうけども、意味がないんちゃうかなという気がしますね。の原子力が安定してる国はいいんですよ、フランスとか。でも日本とかドイツっていうのは、まあドイツは特に原子力やめてしまったでしょ。また作るかもしれませんけどね。原子力やめてしまっているんでですね、ちょっと怖いんちゃうんかなという気がします。で、先進7カ国がね、石炭やめてもね、世界で一番石炭発電やってるのは中国なんですよ。もう桁違いですよ。だから CO2 がそれによってね、減るかっていうと、そんなに減らないしですね、なぜ中国を抑え込まなあかんけど、中国なんてあんなもん、そんな国際条約さえ守らない国がですね、こうお前らちょっとやめとけって言ったらやめるわけないんですよ。だから意味がないっちゃ意味がないですね、これもね。いつもの通りですね、いつもの通りの切り絵事で終わってるなという気がします。まあね、やらんよりかいいのかもしれませんけどもですね、この手のそのパリ協定もそうですけど、
ああ意味がなさそうなんで、これね、トランプさんがですね、またあれでしょ、11月に、ね、選挙当選して、来年から大統領になるでしょ、即日パリ協定なんか、脱会するかもしれませんよ。もう、あのね、どうでしょうね、原子力が一番いいと思うんですけどね、CO2 出さへんで、のであればですね、一番安定してますし、なんでそれをね、こう石炭やとか言うんでしょうね、で LLD は、LPG はいいんかっていう話ありますね、石炭でもですね、そんなに日本のように CO2 を出さない方法で発電すればですね、それが残しておくべきだと思うんですけどね、まあでも、世の中ね、分かってない人も結構多いし、各国の大臣やからってクレバーなわけ、クレバー、絶対クレバーであるということはないわけであって、ね、おバカな人もいますしですね、国によって事情は違いますしですね、で、結局これもなんか、なあなあになりそうな気がします。1930年までにそのガソリン車の販売を禁止するとかなんか言うたら国ありましたよね。あれなんか徐々にトーンを変えてるんでしょ。で結局 EV あかんやんということはですね、分かってきたわけなんですね。分かってきたんでですね、そのやっぱりのあの石炭車残さ、石炭じゃない、ガソリン車残さなあかんやんということになってきてですね、それであれですよ、なんかなし崩し的にですね、ガソリン車もええねんって、いやハイブリッドやったらええねんとかね、ハイブリッドだってガソリンですからね、半分は、なんかそんな話になってきてますよね。まあ、世の中ね、きれいごと好きって結構多いんですよ。サイクルの人たちって大体きれいごとが好きなんですね。きれいごと好きってすぐこういうことをやりだすんですよ。結局現実とおてへんやんって言って、ね、修正を迫るんですよ。大体だからきれいごとで試している間は無駄ですね。無駄な努力ということになります。もう最初から現実的に言ったらいいのにと思うんですけど、どうも世の中きれいごと言う人、きれいごと言うのが好きな人が多くてですね、まあええかっこしいですね、言うてみればね、ええかっこしいで見えっ張りがそっちに行くわけですけど、ほんまにだから変な話ですね、湾岸のタワマンなんていうのはどっちか言うと、ね、立民支持者が多いんちゃうかなと私はそこから思ってしまうんですけどね。タワマンの住民って基本見えっぱりでしょ。基本見えっぱりっていう人はですね、自民党支持とか言うと泥臭い感じがするんで、やっぱりちょっとこうスマートなイメージが あるんやったらやっぱり立民かなと。まあ僕らから見るとアホですけどね、立民支持とかいうのはですね、あまた綺麗事言うとるやんとなるんですけど、まあそういう思考かいなというふうにですね、思ってしまいますね。はい。最後まで読みませんでしたけどもですね、一応これですね、貼っておきましょう。47共同通信のサイトですね、47ニュースですね、47かな、47ニュースというかな、よう知らん。まあどっちでもいいやんね、ほんま。どういう意味なんでしょう47って、ようわからん。あ、もしかして47件ですかね。2府あちゃうわ、それどうあるもんな、まあ、ええわ、共同通信ですからね、はい。石炭火力、2035年廃止で合意、G7 声明、年限明記は初というタイトルの記事のアドレスをですね、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。